トイレットペーパーの芯を潰します。これに約5ミリずつに印を入れます。で、これをこの筋で切っていきます。よいしょ。かなり硬いので押し切りで切っても構いません。これを元のようにこうやって丸く開いていきます。このままでは綺麗な丸ではありませんから、ちょっと今から一工夫、いらないプリントをこれをくるくると巻きます。これにこの輪っかを通していきます。これで、よいしょ。ピーンとこう筒が開くようにすると輪っかが戻ってきます。この状態で一晩ぐらい置きましょうかね。これをマカロン型として使います。クッキングシートを使います。この一人分このくらいの大きさ、だいたい10センチ角あればいいですね。これは12センチ5ミリぐらいありますかね。でこれを肩の中にこうキュッと入れます。用事があるかな。で粘土をビー玉ぐらいの大きさ、ビー玉ぐらいの大きさにします。これを2個、ちょっとビー玉より大きいですかね。中のクリーム用に白の粘土もビー玉ぐらいの大きさ作っておきます。まずカラー粘土をこの中にギュッと敷き詰めると、ちょうどビー玉ぐらいの大きさでちょうど入ります。これで上半分ができます。置いてきます。次、下半分。ギュッと入れたら、ここに今度白いの、これを潰して、クリームが見えるぐらいまで押し
広げます。この白いのがクリームの代わりですね。でクリップです。クリップのこの二重になっている方を真ん中に向けてギュッて当てます。この上にもう一度粘土を乗せておくと抜けにくくなりますね。ここに先ほどの上半分を重ねます。はい、これでマカロンの形の出来上がりです。そーっと手で持って形を整えます。はい、これに飾り付けをしていきます。小豆粒ぐらいですかね、白い粘土を真ん中にクリーム代わりに置きます。次に葉っぱです。緑色の粘土を少しだけ使います。細長くくるくるっとしたら押しつぶして楊枝の先で葉っぱ型にしていきます。これをここにちょこんとつけます。真ん中のいちごはこれも小豆粒ぐらいですかね、ちょんとこう乗せたら楊枝でギュッて中に押し込むようにくっつけていきます。これが粒々にもなるし、しっかりくっつきます。上の方にもちょんちょんと飾りをつけましょう。はい、これで出来上がりです。1日経つと表面が乾きますから、もうくっつかなくなります。中まで完全に乾くのには1週間ぐらいかかります。乾くと少し縮んで小さくなります。この裏にメッセージを貼るといいですね。この金具が上になるようにつけます。結び目も入れて12、3センチの紐をつけましょう。端を揃えて結びます。これでマカロンストラップの出来上がりです。結びにくい時には紐を長めにしておいて後で切り揃えるといいでしょう。
こんな金具も売っています。これなら結ぶ手間がなくて、よいしょ、引っ掛けるだけでつけることができます。